ハイヤマカシで、まあ、切ってるロングレイヤーの一つなんですが、肩の長さでも跳ねないっていうロングレイヤーを切りたいと思います。なおかつ顔周りとバックがちょっと軽めのスタイルです。それで耳後ろのこの毛が、肩に当たってだいたい跳ねると思うんで、ここはあんまり段入れないで、でバックは結構軽さを出したいので、バックはちょっと軽さが入ってるレイヤーを入れます。で顔周りはちょっと軽めに切ります。まずベースを切っていきます。ベースを切ります。ダブルコームでしっかりシェイプして切っていきます。でそのまま、サイドも少し、前上がりのラインで切っていきます。まあ、ここはガイドですのでそんなに長さは気にしなくていいです。まあ、結構ラフにババッと切ってしまいます。それで、跳ねるラインここですね。ここを分け取ります。イヤーティーヤーで分けるような感じになります。それで顔周りの方に、オーバーダイレクションさせます。まずイヤーティーヤーより前の部分をオーバーダイレクションさせて、下の毛が落ちるところまで、下の毛がこぼれる位置まで持っていって、これ切っちゃいます。まあ、うちは基本的にブラントで切りますが、カットラインが綺麗であればブラントで切っても重くならないのでブラントで切っちゃいます。それと同様にこちらも切ります。下の毛が、こぼれるラインのところに持ち上げてオーバーダイレクションさせます。はい、前で長さをチェックしますね。左右の長さをチェックします。顔周りに少し、軽めのサギが入ったような感じになります。でバックのここを長く切りたい、段を入れたくないので後ろにセンターにオーバーダイレクションさせますね。今度はバックサイドを後ろに全部オーバーダイレクションさせます。センターはこちらグラデーションを、ボンドクーマに残してトップだけレイヤーを入れます。グラレイヤーという形になりますね。グラの部分は捨ててしまってそのまままっすぐ上にレイヤーを入れます。この時に全部バックにオーバーダイレクションさせて入れていきます。はい、で今度逆サイドも同じようにグラデーションを残してセンターでこちらですね、前回のガイドと同じ位置を切ります。これでバックの軽さが出ますね。で結構今のスタイル的にこの辺もあまり段入れてなかったりするんですが、やっぱり飽きてきてるお客さんがいるので、最近ちょっと軽さを入れたりしてます。オーバーダイレクションすることによってバックサイドの段の長さがセンターよりも前下がりで長いってことは跳ねる率がちょっと少ないってことですね。それで今度さっきの、フロントにオーバーダイレクションさせた位置にもう一度全部集めます。届く毛を集めます。これもオーバーダイレクションさせることによって、イヤーとイヤーの毛が長くなりますね。ここで、ちょっとはみ出る毛があるのでこれをちょっと切っちゃいます。で逆サイドも同じように同様にフロントにオーバーダイレクションさせて切ります。よいしょ、ちょっと出るとこですね。はい、これであのベースが、切り終わりました。よいしょ、まあ、すごく簡単なんですがちょっと今ウィッグなので、今度、人毛を使って取っていきたいかなと思います。ちょっとウィッグの毛が毛量が少ないので
ちょっとでまた出た毛があったらちょっとねチェックで、まあ、ちょっと簡単に切っちゃってるので出てる毛もあるんですけど、この辺にシャギーが入ってこの辺が長いで、バックがレイヤー入ってるスタイリングになります。